皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今回は静岡県の学校の話をします。僕は静岡県に住んでいない、私には関係ないという人はこの動画スルーしちゃってください。今回は静岡県沼津市にある東洋高等学校さんの一日体験入学、見学会、説明会、この情報をお伝えします。中学3年生の皆さん、あなたは受験する高校を選ぶとき、どんな選び方をしますか？今の成績がこのくらいだから、この学校を受験すると。もちろん、これも受験する高校を選ぶ一つの方法ですよね。でも、これだけで選ぶと、実際に入学した後、あ、実際に入ったけど、自分が思っていたのと違ってる、こう感じちゃうことあるかもしれません。そういう確率を減らすために、私は実際に高校を見て、ね、その中から選んで受験する学校を決めてほしいと思います。まず自分の成績、そして自分がやりたいこと、その他の情報を含めて受験する高校をこう決めますよね。いくつか絞ります。で、絞った学校を自分の目で見てください。で、実際に体験入学なんか行って、新しい情報も入ってきます。学校の雰囲気もわかります。そうした中で、こことここを受験するとか、そういうふうに決めてください。そうすれば、きっと、あ、思ってた学校じゃなかったという割合はぐっと減ると思います。今回はこの東洋高校さんのまず学校説明会、一番最初6月5日の土曜日にあります。今コロナなので60組限定で、午前と午後に分けて2回行うそうです。午前の部が11時から12時、午後の部が1時から2時行います。それから1日体験入学、これは第1回と第2回に分かれて行います。第1回は8月の28日の土曜日、29日の日曜日、第2回は11月6日の土曜日です。内容は各コースの説明、学校紹介、入試の説明、授業体験、実際にその学校で授業を受ける、ね、そういう体験もできます。で、個別相談とか施設とか部活の見学なんかもあります。そして学校見学会もあります。これも第1回目と第2回目2回あります。第1回目は10月9日の土曜日、第2回目は12月4日の土曜日になっています。内容は、授業見学会、実際に生徒が授業を受けている、それを見学できると。それから施設の見学、学校の紹介、個別相談、こういうものが行われます。なお、いずれもね、申し込みが必要になります。事前の申し込みが必要です。で、この詳しい情報というのはこの東洋高校さんのホームページに書いてあるので、そちらから調べてみてください。今回は東洋高校さんの説明会、見学会、ね、体験入学、この日にちの紹介をしました。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。